さあ第2ラウンドのゴングが鳴りました。北九州総合体育館です。井岡弘樹、4年前にこの場所で さあどういった井岡コンビネーションを見せていくか。リーチが173センチあります。このリーチを使ってうまく攻めていきたいというのが井岡弘樹。第2ラウンドにまず最初のターンを奪いました。おっと足がもつれてるぞ。第2ラウンドに、さあここから井岡弘樹が構成、赤コーナー詰めていく、右左、レフリーが分けた、2回目のターンだ。さあこの第2ラウンド2回ダウンを奪いました。JBC のルール、あと1回ダウンしました。あっとダウンだ。ここで今ゴング、あっけない幕切れ。井岡にとっては素晴らしい再起、第一戦 KO で飾りました。世界ストロー級の王座を獲得、そしてジュニアフライの王座も獲得しました。次はフライ級を目指して井岡弘樹、再起強、第2戦は広島が舞台。バトダウン、一気にされず最初のダウンです。また連打です。井岡弘樹の連打、井岡の連打、大手にした、目をつき決まった。サポーディー、あたり切られても構成、切られても構成、中央に戻る、中央に戻る。いやなかなか浮かれませんね。切られて第6ラウンド、あと残り10秒。左のボディ、これは飛ばした。画面アップ、リーダー右、さあストローを構成して一気にされず、まだ持ちこたえる。いい、さあ井岡連打、井岡連打、ああ写真、初めての井岡弘樹、本当にたくさんのファンの皆さんが井岡のその再起第2戦を見ています。残りあと30秒を切りました。ラスト2秒、あとバンクがちょっと来てビッグルーパーの井岡弘樹連打だ、一気にされず足を使う井岡、左を貸した。さあ激しい打ち合いが中央で続いている。一気にされて、さあ残りあと10秒を切りました。井岡再起第2戦、激しい打ち合いは残りあと10秒を切っている。もう時間がほとんどありません。さあここで今最終ラウンド、ファイナル戦のゴングが鳴りました。両者健闘を称え合います。井岡勝者、井岡弘樹です。3月31日のトレーニングデートの対戦に続いて今日のビッキーサレス戦で勝利を収めました。聖杯の飽くなき挑戦を続ける井岡弘樹、今年27歳、再起第3戦、舞台は東京後楽園ホール。第1ラウンド、左手、日本ジュニアフライ級第4位、プロのトランクス、東映小田原ジム所属、篠崎弘樹、今年20歳の若いボクサーです。かつて立ち上がりから井岡がこの篠崎をコーナーサイド、ロープ際へと追い詰めます。さあリードパンチ、ジャブから左右の連打を浴びせる。おっと画面に強烈なパンチが入っている。アッパーからストレート、そしてここで篠崎ダウン、ダウン。第1ラウンド早くも井岡が若い篠崎からダウンを奪いました。去年の東日本新人王篠崎、立ち上がることができますでしょうか。第1ラウンド早くも、そしてここで第1ラウンド終了のゴング、篠崎ゴングに救われました。第1ラウンド、第2ラウンド、そして第3ラウンドとここまで非常に有利な好調な戦いを見せています白のトランクス。向かって右側、井岡弘樹。第1ラウンドには一度ダウンを奪いました井岡。去年の東日本の新人王、黒のトランクス篠崎弘樹。さあどういう構成を見せるのか。リング中央、2人が接近戦、そしてまた離れてとお互い距離を取りました。打ち合いになる。篠崎もさあここで構成を見せる。井岡の右ストレート、空を切りました。さあお互いが見つめ合う中、井岡ボディーへ、ボディーから顔面へと連動を浴びせる。篠崎がまたコーナーサイド、ロープ際、ロープを背にする。井岡追い詰める、ボディー打ち、レフェリーがここで分けに入りました。さあライオンラウンド、さあ井岡が
もう一度篠崎をロープ際に追い込んで、ここまで好調の岡、さあ相打ちになっているが、井岡の方にスピードがあります。篠崎空を切る、再びロープを背負う井岡、さあ右のストレート、そして左のストレート、鋭いストレートを浴びせていく、ストレートの連打、もう一度ストレート、これは空を切る、さあそして顔面へ、篠崎の足が止まった、篠崎の足が止まっている、そしてここでレフェリーが枠に入りました。カウントが入っています、カウント入っています。篠崎立ち上がるが、さあファイティングポーズ、レフェリーがここでストップです。井岡テクニカルノックアウト勝ち、4ラウンド2分35秒、見事大気戦3連勝で飾りました。まあこの辺でね、つまずいとったらね、もうエディさんに怒られるから、まだまだもう一回ね、せなあかんことがあるから頑張ります。次の試合ね、まあ世界チャンピオンになるまではね、満足できへんから、もう一回頑張ります。